渡辺京介のグルービングストーリー。もうぜひね、私もでもいろんな方にその神道の話もですね、聞いていただきたいし、読んでいただきたいなと思うんですけど、そのフェイスブックでなんかでもですね、そういうフェイスブックページを立ち上げられて、はい、いろいろなことを紹介されていますが、まあ本当に勉強になります。おお、ありがとうございます。はい、私もいろいろな、小坂さんのアップされるたびにチェックしておりますけどね。いや、あれね、本当ね、やっぱり世の中おそらくね、気づいてるんだと思うんですよ。はい、合理的にやるその先には何があるかというと、これ崩壊しかないんですね。まあ、ちょっとだけ触れますけれども、世界で一番長く続いてる国はどこかと、はい、ね、これ三沢さん多分知らないんですね、ギネスブックに載ってるんですけど、実は日本なんですよ。で、建国記念日の2月11日、はい、あるいはですね、2674年前、初代神武天皇が即位した日なんです。ほう、ね、はい、この日を未だにいわゆる建国記念日として、建国記念の日とかなってますけどね、はい、まあ、それでもう最初に好きずになってるっていうね、はい、これ世界にないわけです。2番目でデンマークで1000年、はい、3番目で イギリスで900年なんですね。でほとんど欧米という、欧はちょっと米は違うんですけど、ヨーロッパはほとんどですね、2、300年で潰れてます、国が。結局ですね、合理的にやればやるほどどんなことが起きるかっていうと、崩壊に向かうわけです。ね、でその時に一番大事なのは何かと、なぜ日本がこんなに続いてきたのかと、実は道徳なんですね。いわゆる道徳があればルールはいりません。道徳がそれぞれ違うからルールが必要なんです。なるほど。で、日本人というのは道徳を学んだんです、はい、つまり学ぶ側の力が必要なんですね、はい、だから全体力は非常に高いんです。ほう。ところが欧米っていうのは聖書があって、はい、その聖書に答えがあるわけです、うんうん、それの答えにみんなが向かう、これが合理的なんです。なるほど、はい、ですので、はい、実はですね、その合理的なものを作ったという特別なカリスマ、すごいパワーを持った人はいますけども、はいはいはい、でも国民の全体的なパワーでいうとやっぱり日本人とはすごいですね、はあ、やっぱりその民が育つ、その教育の育の方、そうですね、ものをですね、はい、意識をしてないですけど、はい、いつの間にかそういう風に育ってるということですよね。まあその典型はね、初詣とか、はあはあ、初宮参りとか、はい、ああいうやつっていうのは別に決まってるわけじゃないでしょ、はい、でも教会はミサはね、日曜日とか土曜日とか行かなきゃいけない、ればならない、しかし日本人はレバーならないで言ってませんよね。なるほど。なんとなく言っている。ね。はいはいはい、はい、まあ、そういうところがですね、はい、日本のその一番いいとこかなと、はい、まあ、語ればね、非常に、神道の頃を伝えるというねページで今2万1000人ほどのいいねをいただいて、それで記事上げると3万から10万人が見てるという。なるほど、はい、ちょっとあと1回 CM 挟んでお別れの、はい、はい、時間としたいと思います。はい。